合戦棒は多人数に棒術で相対する基本的な技をまとめたものである。その一つ一つの技が相手にかかっていくと無抵抗にする技であり、一見単純に見えるが、その中には突き、払い、打ちの高度な技と、そして棒で人を縛る秘伝が秘められている。合戦棒をもう一度角度を変えて見てみよう。棒に対する棒の技法である。これを実際に応用する場合は、活発な動きの中にも絶えず柔らかい姿勢を保つことに留意する必要がある。あくまでも相手を傷つけずに無抵抗にするというのが合戦棒の特徴である。常に武器と自分自身を一体化させ、調和の取れた体さばきをすることにより、武器を自由に使いこなせるようになるのである。ここで上原宗家の棒のさばき妙技を見てみよう。勝負。